アパレルブランドヘルベティックデザイナーのヨッシーです。本日は、現在ですねヘルベティックのオンラインでは Web1 の、ウェブ受注を行っております。そちらとですねあと東京大阪と展示会を今終えた状態でして、でまだウェブの方はねまだ、30日まで受注を受け付けているんですけれども、先行受注を受け付けているんですが、現在人気ベスト3っていうちょっとやってみたいなと思いました。まあ東京大阪とまあね実際皆さんとこうお会いする中で、あこれいいねと言ってもらえるものだったりですとか、実際にこう購入していただいたものとしてベスト3というのを今のところではありますが発表したいと思います。第1位こちらですね、テックシャツです。こちらすごくね着やすいしすごくシンプルだし、まあ、値段もかなり抑えめなところっていうのが非常に大きいのかなと思っています。やっぱねベーシックに着れるし、まあ、その T シャツというものを再定義しようと思ってパターンをですねパターンナーさんの位置から組み立てたものなので、僕自身もねすごく気に入っていますし、まあベーシックでこう結構どんなものでもこう合わせやすいのかなと。あとシルエットも完璧にでもうずっと着れるようなものなんで、結構2枚3枚と買ってくれる方が多かったのがこの T シャツです。で、第2位今ねちょっと見えづらいです、すいません。これサルエルですね、ドライスキンのこのサルエルです。ちょっとすいませんカメラ届かないんですけど、やっぱ僕もすごいサルエルが好きなんで、やっぱ好きだから作るとガチっていうかですね、やっぱ好きな人が作った方がいいよねっていうのもあり、動きやすくてドライスキンの素材でっていうこともあってですね、こちらのサルエルで実際展示会はそれを見に来たっていう方が、これ見に来たのかなが一番多かったかなっていう印象がありました。ウェブの方でも割とサルエルがちょっと動いてるのかなっていう感じがするので、やっぱねこの形でこの素材っていうのはかなり今自分も履いてて非常に快適だしいいのかなと思いました。で、第3位、栄えある第3位ですね、こちらバイアスブルーオーバー、こちらが第3位となっております。この服もそうなんですけど、やっぱねなかなかないですよね、このプルオーバーでこのシェラーの生地を使ってて、で夏用プルオーバーというものがそもそもねもうほぼ市場には存在しないんじゃないかなと思ってるんで、これはなかなか新しい提案ができたと思っています。これの合わせ方についてとか、ちょっとこれと意外と合うんじゃないかなっていうものについて、ちょっとね明日とかになるのが明日か明後日あたりちょっと動画を撮ってみたいと思っています。ヘルベティックの、ウェブ受注あと1週間くらいになってます。先行受注だけお得に買える値段になっているっていうのと、あと、マスターサイズ以外のものはほとんど先行受注だけにしようかなと思ってます。例えばですけどスパイラルカットトラウザーズとかの L とかも一応あるんですけど、あれはもうほとんど受注入った分ぐらいしか作らない予定なので、今悩んでる方はサイズ自由に選べるの今だけっていう風に思っていただけるといいのかなと思っています。ということでヘルベティックウェーブ1の人気ベスト3を発表させていただきました。これやっぱいいね、自分用に5着分ぐらいね、ウールとこのミラベールの素材とっていうのは5着ずつぐらい自分用に用意してルーティンで着ようかなと思っています。このサレールもですね2本ぐらいかな自分用にキープして、本当ね僕はこれ大好きなんで長く履いていきたいなと思ってます。まあ、このプルオーバーに関してはちょっとこれと合わせたの見てほしいっていうのがあるので、後ほどそれは動画でお届けしたいと思っております。ということでですねラストスパート、あと1週間となりました。皆さん悩んでいただいているものもね多いと思うんですが、先行のもので、個数は割と分けていたりしますので、早めに、決断いただけるといいのかなと思っています。ご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。Twitter や Instagram もやってるんで、ぜひそちらもよろしくお願いします。続けていくモチベーションそのものになるので、ぜひですね、コメントいただいたりとか、あとは何か話してほしい内容がありましたら、コメント欄にお願いします。失礼します。